はい、皆さんこんにちは、ゆきしたと申します。本日はですね、テレビ朝日系列で木曜日9時から放送開始された7人の秘書の、ドラマですね、解説考察をしていければと思っております。コンクールですね、私ドラマの解説考察今何本やってるんだろう、結構ですね、全クールよりも多くやっているので、ちょっとこれ以上やるの難しいかなと思ってですね、ちょっと一応第1話なんで、見てみるかっていう風な形でですね、ちょっと言葉悪いですけども、軽めな感じでこう見始めたんですね。めちゃめちゃ面白かったので、むしろですね、私のこの動画の登録者って半沢直樹の視聴から入られた方多いので、そういう方々にですね、やっとおすすめできるコンクールのドラマ、半沢好きの方はこのドラマ楽しめるだろうというふうに思いますので、このドラマの魅力をですね、本日お伝えしていければと思っております。ではですね、本日の構成から、お伝えさせていただければと思うんですけど、全部で6つほどお話しさせていただければと思っております。まずですね、7人の秘書、そもそもどういうドラマなのっていう話を最初にさせていただきます。ですので、まだ7人の秘書ですね、全くご覧にならない方も全然動画このままぜひご視聴いただければと思います。あとテイストですね、どういう塩梅なのってお話もですね、最初にさせていただいて、でその上で、第1話の感想をお話しさせていただきます。でその後ですね、第1話のストーリーの解説軽くですけどもさせていただきます。ぜひですね、まだこの7人の秘書ご覧になられてない方もこの3番のところまでぜひお話聞いていただければですね、皆さんそれぞれ好き嫌い大体わかると思いますので、ぜひここまで我慢して聞いていただければ非常に嬉しいです。で4つ目にですね、この作品の魅力をお伝えさせていただくんですけれども、半沢直樹好きな人の中でも、ですね、全員が楽しんでいるってわけではなくて、正直、賛否真っ二つになっているところがありますので、その理由についてちょっと4番目にお話しさせていただいて、あとこの7人の秘書、今後の展開どういうものが考えられるのかっていうのをお話ししてですね、第2話への期待で閉じさせていただければと思っております。どうぞお楽しみください。それではですね、まず7人の秘書、こんな話、こんなテイストってお話からさせていただければと思うんですけれども、文字でですね、こう細かく説明しなくてですね、もう図で非常に分かりやすく説明できる、ドラマになっております。まずですね、このドラマの中にですね、一つですね、成敗すべき不正であるとか闇であるとか、そういったものがですね、こう提示されます、ドラマの中で。でですね、当然その不正や闇っていうのはそれを司っているというかですね、裏で糸を引いているですね、人間がおりますので、その犯人であるとか黒幕っていう人物がいるわけでございます。でですね、そういったこの不正であるとか闇であるとか、成敗すべき、半沢風に言うなら倍返しすべきその人物たちに対して7人の秘書、厳密にはですね、広瀬アリスさん演じる7って人物はまだこの7人組に入ってるって感じではないんですけれども、なんで今一応6人ですかね、6人がですね、それに対して成敗、倍返しをしてですね、その不正であるとか闇とかをぶっ潰していく、これがですね、この7人の秘書の、ドラマの構図になります。わかりやすいでしょ。本当これだけじゃこれだけなんです。でもそのやっぱり流れが痛快だし、半沢直樹でもそうでしたけれども、やっぱりその不正であるとか闇であるとか、そういったものがですね、ぶっ潰されるっていうのはですね、見ていてこうスカッとするんですね。なのでそういった部分が非常に魅力的なドラマになっております。じゃあ形はもうこれだけでございます。で多分第2話以降もまたそのですね、不正とか闇とか、その成敗されるべき、嫌なやつが出てきて、それをですね、この1,2,3,4,5,6 人、あと今後多分広瀬アリスさん演じる7も入ってくると思うんですけれども、この7人がですね、連携プレーで倍返しという感じに、話がですね、今後も積み重なっていくんじゃないかなというふうに、予想がされます。じゃあそんなこんなドラマなんですけど、そんなこんなドラマ、こんなこのドラマなんですけれども、じゃあどんなテイストかなんですけれども、これはですね、他のドラマと非常に似通ったテイストでございます。それがですね、ドクター X、 そして覇権の品格でございます。どうですか、この2作品ご覧になられたことある方はふむふむってなりませんか。どちらもですね、7人の秘書は一応7人の連携プレイですけれども、そのドクター X にしてもですね、覇権の品格にしてもですね、その主人公たちが、こう割とスカッとするですね、なんていうんですかね、ストーリー展開でですね、で話としても、真面目な題材は扱うけれども、演出的にもですね、ちょっとこうクスッと笑えるものであるとか、言うならぶっ飛んでるというか、その現実、こっちは医療ドラマ、こっちは派遣社員ですけれどもの、話を描いていつつも、ちょっとファンタジー的、現実世界ではちょっとここまでぶっ飛んでないかなみたいな、だからこそ楽しめるみたいなですね、魅力のあるこの 2作品のドラマでして、で7人の秘書もこれらと同じテイストでございます。なので
その秘書たちがですね、まあ、倍返し成敗していくんですけれども、半沢直樹に比べて全然リアリティはないです。でもだからこそこう面白いしドラマとして楽しめるっていう部分があります。じゃあなぜこの2つとそのテイストが似ているのかなんですけども、これは簡単な話でして、これはですね、この C の秘書の脚本を書かれた方、オリジナル作品なんですけどもが中園美穂さんなんですね。で、中園美穂さんは要はドクター X 派遣の品格を生み出した脚本家でございますの で、しかも今回のこの7人の秘書は、まあ、ドクター X を放送していたテレビ朝日系列の、まあ、ドラマでございますので、なのでまあ派遣よりもどちらかというとこのドクター X に非常にこう似た雰囲気というか、ドクター X 好きな人は多分好きなんだろうなっていうようなテイストにですね、仕上がっております。で、ドクター X は私失敗しないんでって言葉がありますけれども、あと、まあ、派遣の品格だと何かとかありますけれども、今回この7人の秘書ではですね、名乗るほどのものではございませんっていうセリフがですね、まあ、一つちょっとこう名ゼリフというかですね、決めゼリフとして用意されております。まあ、この辺はですね、その秘書っていうのは結局要は社長の秘書だったら社長というね、まあ、世の中にこう顔を出している人を支える、で政治家だったら政治家先生、世の中に顔出てますけれども、その政治家先生たちを支える立場にまあありますよね、秘書っていうのは。そういったその秘書、普段だったらスポットライトの当たらない人間だけれども、スポットライトが当たらないけれども、そのスポットライト当たる人を支えている、まあ言うなら裏でプロデュースコントロールを一部してもいると、そういった人物たちのまあ動きというかですね、活躍を描いていくというわけでございます。でですね、ちょっといろいろとですね、今回このまあ動画撮影するにあたって、まあ、資料であるとかいろいろ調べたんですけれども、まあ、脚本家の中園美穂さんがですね、インタビューでこのようなことを、おっしゃっておりましたので、4つほど紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、これ短いですけれども、名もなき秘書たちが世の中を変えていくという話を書きたいと思っていたというふうにおっしゃられておりました。でですね、セゴドンもあの中園さんの脚本ですけれども、あの NHK 大河ドラマ、例えば、セゴドンって実は殿様の密偵秘書なんですよ。私は常々、ね、そういう人たちが世の中を変えているんじゃないかと感じていたんです。よく出席する飲み会のメンバーにも政府の裏方の人たちがいるんですけど、そういった表に名前の出ない人たちが実は世の中を動かしているんじゃないのかなと思っていたので、いつかそういう話を書きたかったんです。ふむふむって感じですよね。あと2つありますね、ちょっと読んでいきましょう。パンデミック、まあ、これ新型コロナウイルスってことだと思いますけども、まあ、新型コロナウイルスで、家にこもっていた時期にいろんな国のこれまで知らなかった大統領のニュースを見る機会が増えましたよね。まあ、例えば、まあ、ブラジルのボルソナロ大統領とか、あんまり普段だったら日本の国際ニュースとかでも出てきませんですけれども、まあ、ちょっとコロナの関係でいろいろ出てきたじゃないですか。よしあしは置いといて。まあ、多分そういうことだと思うんですけれども、その時に改めて国のリーダーに私たちは命を預けているんだなと感じたんです。まあ、コロナの対応がそれぞれ違うってことですね、国によって。良いリーダーとそうでないリーダーで、身の危険や健康が脅かされることに差が出るんだということをひしひしと感じて、今このドラマをやりたいと。つまり今回この7人の秘書は、あのドラマの中ではマスクつけてないので普通の、ね、日常の生活、まあ、あの設定にはなっておりますけれども、新型コロナウイルスの上で、中園さん自身は、ゴシップされたという形でございます。私は何かを正面から批判することが苦手で、茶化して笑うくらいが得意だったんですけれども、笑い。さすがにその頃はどうなってるんだという気持ちになっていたので、これはもう分からないですよ。その政府批判かどうかは分からないですけれども、そういう人たちを人事権も何も持たない女の子たちがこっそり退任させたりしたら素敵だな、とファンタジックに考えていました。なんでこれは別にね、その多分このドラマ自体が、政府批判的なことを指揮してちょっと私嫌ですけれども、まあでもまあ一応こういうですね、その新型コロナでいろいろと多分中園さん自身がモヤモヤ思ったことをですね、まあ、ファンタジックに、書かれているので、まあ、ドクター X であるとか派遣の品格であるとか、ちょっと現実離れしたものっていうのをですね、まあ、今回秘書という形で描いていくんだなということが、これらの、インタビューから、理解することができます。そういった感じで多分大体ですね、この7人の秘書はどういうドラマなのかってことはまあお分かりに、なっていただけたかなというふうに思うんですけれども、じゃあこんな第1話、私がですね、まあ、率直に思った感想をいくつか箇条書きで、書かせていただきました。まずですね、まあ、最初半沢直樹とかドクター X とか派遣の品格って、名前出させていただきましたけれども、まあ、プラスして必殺仕事人で、あとドクター X で、半沢直樹。なんか、この3つがですね、絶妙に掛け算された感じでして、そこがすごく、まあ、面白かったですね。なんで、本当にもう、まあ、楽しめるかなと思って、本当にね、まあ、ちょっと失礼ながら、とりあえずで、チャンネル変えたって形だったんですけれども、もう、予想以上にこうやってめちゃめちゃ面白かったですね。で、
まあ、個人的にはやっぱりその最初に申し上げた通り、今結局ドラマは私見たらちゃんと考察動画基本的にこう出すようにしているの で習慣化しているの で月曜日とかちょっとそのね3本撮りとかで結構大変なので、まあ、ちょっとですねもうキャパオーバー気味だったんですけれども、まあこのドラマってまあ要はベタな設定ベタな展開ではあるんですよ。その要はドクター X か必殺仕事人か半沢直樹かんって形で、要は既視感はあるんですよね。なんですけれども、まあ、それがすごく見ていてまあ面白い、それを秘書でやるっていうのがすごくまあ面白いなというふうに思いました。あとはこの7人のまあバランス感がすごく絶妙、秘書の、まあ、なんかその主演の木村文乃さんがこう凛としてというかですね、まあ、表情一つ変えないでチームプレーをですね率いてるんですけれども、まあ、その裏でですね、まあ、その俳優陣の中だと要は江口洋介さんとかもいるので、まあ、もう超名優じゃないですか、がちょっと裏で一歩引いたところにですね、まあ、ラーメン屋の店主をやっていたりするんですけども、そういったなんか7人のバランス感覚がすごく絶妙なので、その辺もですね、なんでドクター X とか、派遣の品格で、まあ、主人公が、まあ、目立ってますね。米倉涼子さん、篠原涼子さんって形で目立っていますけれども、今回その7人が絶妙にその7人で一つのなんか主体というか、主人公って形がですね出ていて、その辺はまたそのドクター X と似てる部分はあるけれども、ドクター X とは違う、まあ、その魅力というのをですね非常にまあ醸し出しているなというふうに思いました。であとはですね、まあ、成敗される側であるとか被害者側のキャスティングもすごく良かったなというふうに思いました。まあ、1話だと要は名優の橋爪功さんが1話の最初でいきなり死んじゃうんですよ。なので、まあ、その辺もですねちょっと驚いたというか、なんか橋爪功さん出てくると、橋爪功さんって要はもういろんなことできるんで、悪役もできる人なんで、おこれはもしでしかもなんか銀行の頭取役なんですよね今回。あこれも絶対なんか悪事やってるわと思ったら全然そうじゃなかったりとか、だからそういったとこ含めてミスリード含めて、非常に面白かったなというふうに思いました。で1話を見た段階で1話見て面白いスカッとしたっていうですね非常にこうシンプルな、感想をですね抱くことができたんですけれども、まあ、そのスカッとさせつつですね、どうもちょっとちょこちょこですね、まあ、1話完結でまた来週も多分スカッとするのが起きると思うんですけれども、なんか全話通して一つなんかですねちょっと大きいストーリーもありそうな、ちょっと伏線がですね1話には用意されておりましたので、まあ、その辺1話ずつ簡単に気軽に楽しめて、かつ大きな話もですね楽しめるという形になっていそうで、非常に今後も、楽しみ趣味なドラマの一本ってあるなというふうに、思う次第でございます。もう本当におすすめの、作品となっております。じゃあそんなこの七人の秘書の第1話なんですけれども、軽く説明させていただきます。そんなに本当に難しい話ではないので、ぜひまだドラマご覧になれてない方ネタバレになりますけども、全然聞いちゃってください。聞いた上でご覧になれた方がむしろ楽しめると思いますので、まずですね、今回第1話で舞台はですねなんと銀行が舞台となりました。おー半沢直樹好きな人ちょっと興味湧きませんかね。あの東都銀行という銀行がですね、まあ、舞台になるんですけれども、まあ、そこの頭取がですねいきなり始まって数分でですね死んじゃうんですね。あまあ心臓に持病があったので、それでたまたま運が悪くそのタイミングで死んじゃったってことであるんで、別にあの他殺とか自殺とかではないんですけれども、まあ、死んじゃうんですよ。でも頭取が死んじゃったらどうなりますか。会社の社長が死んじゃったらどうなりますか。次の後継を決めなきゃいけませんよね。で後継を決めるにあたって、まあ、超切れ者のですね、まあ、ちょっと若手な、常務とですね、まあ、一応普通に言ったらまあ次になるですね、まあ、副頭取、まあ、ここでですねバトルになるわけではないんですけれども、まあ、ちょっとじゃあ次の頭取どっちになるんだって形になるっていう話になるんですけども、まあ、ちょっといろいろなですね、まあ、裏の画策とかもうまく、この安田という常務がですね、次期頭取にほぼ内定というか決まったのか、決まるという形になりました。なんですけれども、この安田という人間はですね実はですね、まあ、ちょっと裏でいろいろとですね、まあ、お金汚いお金のまあ動きをしておりまして、まあ、言うなら不正の黒幕だったんですよ。なんですけれども、まあ、黒幕って書いてる通り、黒幕がいるなら実行犯であるというか、実行犯もいるわけなんですけども、その実行犯がこの千代田支店の支店長である守屋という人間がですね、不正のまあ実行犯というか、まあ、やらされてた人間、まあ、命令されて、仕方なく不正に加担していた人間なんですけれども、今回ですねこの常務がまあ頭取になるに、当たってですね、その不正に関して別に表にすごい表沙汰になってるわけではないんですけれども、まあ、一応全部それをですね、まあ、お前がかぶれて形でなんかもうトカゲの尻尾切り状態で全ての罪をですね、まあ、なすりつけるような形になってしまうんですよ、この守屋に。でそうするとですね、守屋はその命令されて断れなくてやっただけなのに、自分が全部悪いっていう風にされてしまったので、もう絶望になってしまってですね、でむしろねその偉い人にもう
退路を断たれたからもうむしろ死んで償うしかないみたいな形になってですね、まあ、自殺未遂まで、今回しちゃうんですよ。まあギリギリで助かったので別に怪我とかもしなかったんですけれども、まあ、自殺未遂までしてしまうんです。だから非常にかわいそうな役なんですこのモリアっていうの。でそれをですね、まあ、要は7人の秘書、まだちょっと広瀬アリスさん演じる7は入ってきたんで一応6人なんですけども、まあ、この6人がですね、まあ、この、まあ、モリアが非常にかわいそうなんで私たちが成敗してあげるわよ、お仕置きしてあげるわよって形、倍返ししてあげるわよって形でですね、まあ勧誘というかしてですね、じゃあお願いしますという形でですね、この6人が、このですね安田のまあ弱みであるとか不正の証拠であるとかですね、そういったものを探ってですね、まあ、成敗して成敗が成功した、これが第1話でございます。簡単でしょ話が。もちろんその要はこの成敗するにあたってね、どういう操作をするとか、まあ、例えばですねこの室井茂さん演じるキャラクターがですね、まあ、家政婦もできるので家政婦としてこの安田の家に入っていってですね、いろいろ探ったりとかですね、でこの七尾さん演じるですねキャラクターはスピーチのコーチとして潜入したりとかですね、ちょっといろんなそういうですねいろんな画策をしてですね、ちょっとアニメチックで面白いでしょその漫画チックで。だってそういった形でですねいろいろ画策して成敗するという形が成功したんですよ。どういう形の成敗かはですね、ぜひこれはもう映像をご覧になっていただければと思います。TVer であるとか、あと、テレビ朝日系列のものが見れる動画配信サービスのテラサとかで、ご覧になることができますので、ぜひそれらで見ていただきたいんですけれども、非常にですねなんて言うんだろう笑えるお仕置きの仕方になっておりました。なのでぜひその辺は楽しんでいただければと思います。でも本当にこういう形で非常にまあ明快な、もう要は困っている人がいる、でそれをはめた人がいる、依頼して代わりにお仕置きするという形、これが今回このまあ7人の秘書の構図でございますので、ぜひですね、もう本当に多くの方に楽しんでいただきたいなというふうに思う次第でございます。でこれがですね公式ホームページに出ている人物相関図なんですけれども、なので第1話ではこの東都銀行のこのまあですね元、まあ、頭取が亡くなっちゃって、でですねこの安田が成敗されて、結果的にはですね副頭取が頭取に昇格するという形になりました。なんですけれども第2話もですねどうやら銀行内の話になるようでございますので、なので、まあ、多分ですねと、銀行であるとか、と外側に病院、警視庁、東京都の都知事って書いてあるんですけれどもがあるので、おそらくこの辺に関連するそのまあ、倍返しというか成敗というかお仕置きというか、そういったものがですねいろいろと今後も展開されていくということが予想されます。ちなみにこの7人の秘書なんですけれども、なんでこの7人がですね揃っているのかとか、まだ何も明らかにされていません。一応ですね主人公の千代、木村文乃さんが演じておりますけども、この千代は東都銀行の常務の秘書だったんですよ。なので一応この今回成敗された人間の秘書だったんですね。でこの7、まだですねこのグループに入ったわけじゃないですけど、7は頭取の秘書でした。であとはですねこのラーメン屋の店主は元秘書をやっていた、あとこの室井茂さん演じるさつきも元秘書だったって、ここは元秘書なんで今秘書ではないと。でですね、シム・ウンギョンさん演じるですね、パク・サランという人間は、この病院の、この多分院長の秘書ですね。なので、この病院関係ですよね。で、この大島優子さん演じる風間美和は、東京都知事の秘書。で、七尾さん演じる、長谷富士子は、警視庁の刑務部長秘書なんで、この木下ほうかさん演じる北島の秘書という形なので、まあ、それぞれですね、このまあ、お偉いさんに仕えている面々プラス元秘書が2人って形なので、まあ多分この辺、まあ、先ほどその中園美穂さんのインタビューでも要は裏側を普通の人たちが変えたら面白いって言ってるので、権力ある人々の裏で、まあ、暗躍する秘書たちという形のですね、まあ、ファンタジーも、含んだドラマという形で非常に楽しめるなと思う次第でございます。でですね、まあ、このドラマですね、まあ、非常に面白い、まあ、私ここまでお伝えして皆さん私が楽しんでいることは、理解していただけたと思うんですけれども、まあ、非常に魅力はあるんですが、まあ、半沢直樹好きの間でもですねちょっと賛否真っ二つに割れてるなと思いましたので、ちょっとそこの話をさせていただければと思います。まず本当にですね、まあ、先ほど申し上げた通りこのドラマの魅力は非常にですね、まあ、他の作品の言葉を借りてしまいますけれども、必殺仕事人間のそのスカッと成敗とドクター X 間の私たち失敗しないので的な、その今回で言うと名乗るほどのものではございませんって形ですけども、のファンタジー感と、あと半沢直樹感のその不正するものへの倍返し、この3つがうまく融合して、かつまあドクター X 的なテイスト、ちょっと緩めだけれどもそのまあ真面目なというか権力がまあ舞台となっているという形でですね、そこがもう本当に魅力的なんですけれども、だからこそこれを魅力的と感じる人もいれば魅力的じゃないと感じる人もいるようでございます。まあそうですね、
例えばですけれども、必殺仕事人もドクター X も半沢直樹も好きって方、半沢直樹とドクター X って別に全然違うものじゃないですか。だけれどもドクター X も半沢直樹も好きだったら、それらが融合されているのが今回この四季の秘書なので、非常に楽しめると思うんですよ。もうプラスして必殺仕事人まで好きなんならもう絶対大好きという形でございます。であとスカッとするドラマが好きって方ももう絶対好きだと思います。であとですね、まあ、社会を描く、まあ、要は今回だと銀行、あとはまあ病院で警察で政治ですよね。東京都知事なので、そういった社会を描くけれども、まあ、難しすぎないまあドラマが好き。それらの内側を真面目に後半に描くんじゃなくて、それらをこうなんかファンタジックにまあ必殺仕事人的な感じで描く、そういったものが好きな方、この3つどれかに当てはまっているのであれば、絶対にこの視聴者おすすめなんで、もう今すぐご覧になっていただきたいという感じなんですけれども、でもこれを嫌いと言っている方々もちょっと1話見て期待外れだとか、ちょっとこれはねえわっていう意見も SNS 見ると結構あるんですよ。でそれをですね、まあ、要約するとこんな感じだと思ってまして、例えば半沢直樹は好きだけれどもドクター X は好きじゃないってなると、半沢直樹感的な倍返しをドクター X のテイストでやられるんで、好きなものを嫌いなテイストでやられるんで、まあそりゃ嫌いだろうなというふうに、私は思いますね。であと逆もそうですよ。ドクター X は好きだけど半沢直樹は好きじゃないってなると、そのドクター X のあの空気感と私失敗しないので感を倍返し銀行でやられると好きじゃない。わかります。確かにそういう好みの方は罰だろうな、この作品楽しめないだろうなというふうに思いますね。であとはその既視感があるドラマは好きじゃないってことです。もうここはだから要は必殺仕事人、ドクター X、半沢直樹って具体的な作品、これらが融合されたものが秘書という、まあ、7人を主人公に描きますって形で、こういう既視感の上にそれを秘書で描くっていうものなんですね、この7人の秘書っていうのは。なのでそうすると全てが全て真新しいような話ではない。先ほどから言ってる通り、ドクター X っぽいんですよみたいな感じで、必殺仕事人っぽいんですよ、半沢直樹っぽいんですよ、ぽいが集合しているので、そうするとやっぱちょっと既視感があると思うんで、まあちょっとそういう風になると、まあなかなか楽しめない方もやっぱ出てきちゃうんじゃないかなというふうに思いますので、まあ好みは人それぞれですので、逆にだからこれを見た時に、あ、私はもうこれだと、半沢直樹好きだけどドクター X 好きじゃないわとか、そういった方にはちょっとおすすめできないと思います。だからこれはその半沢直樹好きな人の間でも賛否真っ二つ割れるっていうのは、まあそれが理由だという感じでございます。今後の展開で考えられることなんですけれども、まあ、オリジナル作品なんで外れる可能性もあるかもしれないんですけれども、ちょっと私の方でいくつかまとめさせていただきました。まずですね、まあ、第1話とあと第2話のあらすじを見る感じだと、やっぱりですね、成敗する相手が出てきてみんなで成敗っていう、これがまあ基本の構図になるかなと思うんで、非常にスカッと楽しめるんじゃないかなというふうに思います。あとですね、まあ、広瀬アリスさん演じるですね、ナナを含めて、まあ、今後多分7人の秘書って、今6人で一応成敗してますけれども、まあ、7人の秘書って形になっていく必殺仕事人間なのかなと思います。あと先ほど申し上げた通り、東都銀行、京成病院、警視庁、東京都の各々を対象に、まあいろいろ成敗していくんだろうなと。あとですね、岸辺一徳さん演じる財務大臣がですね、どうやらなんかあの過去に因縁があったっぽいことが、人物説明のとこに書いてあったので、財務大臣とは今後なんか一悶着ありそうだなというところでございます。であとですね、人物相関図を見ると、謎の男っていうのが一人おりまして、でどうやらですね、その7人の人の正体を暴くなんか役柄っぽいんですよ。第1話だとね、要はその頭取がホテルで亡くなったんですけど、自宅で亡くなったことに工作してるんですよね、秘書たちが。なので、まあ、そういったところでですね、もしかしたらなんか真の秘書の正体を暴く、裏で操っているってことをですね、暴く展開も確実にあるだろうなというふうに思います。であとですね、毎回スカッと成敗して終わりだと、まあ、ちょっとマンネリ化というかですね、またかっていうのがどっか出てきてしまうので、そうすると例えばなんですけれども、まあ、今第1話非常にですね、もうシンプルにすんなりと、特にですね、なんですか、ピンチも訪れずにですね成敗できたんですけれども、その成敗失敗っていうのが今後もしかしたら描かれるかもしれないです。なんですけれども、フジテレビで長澤まさみさん主演で、ドラマ、あと映画化もされているコンフィデンスマン JP でですね、ドラマにおいてですね、コンフィデンスマン JP っていうのは詐欺の話なんですけれども、詐欺行為が失敗したと見せかけて、それも伏線で実は後で見たら成功していたっていうですね、前話見たら成功していることが分かったっていうですね、ちょっと、巧みな演出とかもあったので、成敗失敗と見せかけて、そのコンフィデンスマン JP 方式で、実は後々その最終回まで見た時にはこの失敗があるからこれが成功していたんですよみたいな展開ももしかしたらあるのかなと思います。逆にですね、まあ、本当にその成敗一回何か失敗して、例えば財務大臣絡みとか、その正体を暴こうとする人間たちとの
妨害もあってですね、失敗して、そしたら失敗した上ででもどうするかっていう課題にですね、7人の主が向き合っていく展開も面白いと思うので、それももしかしたらあるのかなというふうに考えられます。なので今後ですね、この成敗する相手が出てきて、みんなで成敗という基本構図のもとに、話は進むと思うんですけど、もちろんそのひねりってのも出てくると思います。なんですけれども、多分大地を見た上で人物相関図が難解であるとか、もうそもそも何やってんだか分かんないすごい難解なドラマ、視聴者を選ぶようなドラマではないと思いますので、そういった意味ではこのドラマどなたでも楽しむことができるドラマなんじゃないかなというふうに思います。もちろん好き嫌いはあります、好き嫌いはありますけれども、要は例えば小学生の方がご覧になられても全然分からない話じゃないと思います。お年寄りの方がご覧になられても、別に話のストーリーがすごいスピードで進んでいく行くのでついていけないってことはないと思いますので、本当にそういった意味では、老若にゃんにょって私言えないんですよねで、全ての全世代の方が楽しめるんじゃないかなというふうに思う次第でございます。はい、なんでこの構図ですね、この構図に当てはまるというか、今後も例えばだから誰かが依頼してそれを成敗する、それが成功するか失敗するか妨害されるかという、話になってくるんじゃないかなというふうに思う次第でございます。はい、ではですね、ちょっと第2話への期待という話をさせていただければと思うんですけれども、第2話のですねストーリーが一応ホームページに、概要が載っているので、それをですね、箇条書きに少し要約してみました。まず第2話なんですけども、秘書室長の鈴木双葉、杉田香織さんが演じるですね人間がどうやら成敗の対象となる話のようでございます。この人ですね、秘書室長の、鈴木双葉という人間がどうやら成敗の対象なんで、来週の東都銀行の話になるっぽいです。でですね、双葉は部下を選別し容赦なく切り捨てるなど女帝状態で、でですね、広瀬アジさん演じるナナがですね、霧島新頭取に目をかけられていて、それに対して嫉妬と憎悪を描いている、抱いていると、おお怖い怖い、ナナが前頭取&新頭取の愛人だとさらされる。もちろんそんなことはないと思うんですけれども、そういうふうに多分仕組まれたと。で、あと千代、これは木村文乃さん演じる主人公ですね、千代も、双葉の、嫌がらせのターゲットになると、2人揃って、嫌がらせのターゲットになってしまうと。でしかも嫌がらせのターゲットになっているのに、その双葉の昇進祝いのパーティーの幹事をですね、この、ナナがですね、する担当になってしまってですね、それでストレスで体調を崩してしまうというような展開が起きるので、成敗しましょうというふうな形にですね、どうやらなるようでございます。なのでですね、非常に来週も非常に明快にターゲット、そのこいつを成敗する、じゃあそれに対して各々がどういうふうな立ち回ってですね、弱みであるとか隙を、双葉のその隙をですね見つけて、成敗するという形でですね、話が進んでいきそうなので楽しみでございます。なので本当に7人の秘書ですね、楽しみにはしていたんですけども、ここまでちょっと私ドハマりするとは思いませんでした。ちょっとコンクール一番期待値以上のものを、出してくれたというか感じることができたのは、この7人の秘書で、もうファイナルアンサーかなと思います。まだですね、恋する母たちとか始まっておりませんけれども、多分もうこのドラマが一番私はちょっと熱量を持って今後、解説考察をお届けしていくことになると思いますので、ぜひ今後もこのドラマ楽しんでいる方一緒に、楽しんでいただけていければと思います。以上になります。本日はご覧いただきましてありがとうございました。それでは。